はいどうも、本日はですね、横浜市は鶴見区にある癒坂湯という銭湯にお邪魔していきたいと思います。来る方法はいっぱいあります。鶴見駅から来る方法と、菊名という駅から来る方法がありまして、バスに乗るんですけれども、私が来た方法を言いますね。 JR 線東急東横線の、菊名駅で降りて、臨港バス、鶴見駅西口行きのバスに乗ります。乗車10分で東高校前駅というバス停で降りて徒歩30秒くらいの距離にあります。初めて来る銭湯さんなんですっごく楽しみにしてきました。それではお邪魔していきます。37分ありました。さあさあ、さんの営業案内です。こちら年中無休でやられているそうです。で、平日が15時からで、土日祝日が10時からともに深夜1時半まで営業なさっているということです。料金はですね、大人490円で入れます。で、サウナに入りたい方は男性がプラス100円で、女性がなんと0円でサウナを利用することができます。ボディーソープとか貸しタオルも有料になりますが、こちらのね、大きいタオルとちっちゃいタオルとシャンプーとボディーソープがついて、このセットが130円で、借りられるので、私はこれを買ったらお得かなって思いました。ドライヤーと綿棒、そしてお水とかはですね、無料で飲ませていただけたり貸していただけたりします。で、男性の方はサウナパスポートというものが限定であるそうです。1500円でサウナに入れるんですけど、貸しタオルがついてくるパスポートも売っているみたいなので、そちらもお得なんじゃないかなって思いました。それでは女性浴室入っていきます。オープン。おお、あ、めっちゃいい匂いがする。わっ、うわ、明るい、明るくて広いです。女性浴室です。男性浴室もね、ちょっと見させていただいたんですけど、結構違いがありました。癒坂湯さんは日替わりでお湯を変えておられるそうで、今日の女性浴室のお湯はこちら、プルメリアの香りですね。今浴室入った瞬間にいい香りがしたのは、多分この日替わり湯の香りをがふわーってきて、今日はね、お花のね、いい香りがしますね。幸せです。歩行風呂、座り風呂、電気風呂、本当に匂いですね、すごくあります。で、こちら施設ね、赤すりとかもあるみたいで、こちら男女ともに浴室内に赤すりを受けられるフロアがあります。あと男性浴室で見かけたのがヒノキ風呂があるそうで、こちらは男性浴室のみみたいです。もう早速シャワーを浴びていきたいと思います。お風呂、サウナに入る前は体を清めます。あー、気持ちいいです。いやー、何から入ろうかなって思いますけど、うわ、日替わりでもいいですが、ちょっとずっと気になっている癒坂湯さん、露天風呂あります。すごいですよ。わー、なんか可愛い。なんかちょっと天気もいいんですけど、お姫様っぽい。私的に天風呂です。早速入らせていただきたいと思います。あ、やっぱりですね、お湯のエリアは男女ともに43度設定になっているそうです。夏はね、40度とかにされていたりするみたいです。いや、気持ちいい。露天風呂、あ、しっかり熱くて、本当にいいですね。最高。あ、この露天風呂があるっていうだけでもいいので、ね、日頃のことなんてどうでもよくなりますね。あ、もうずっとここいたいなぐらい気持ちいい。今ね、風が心地よくて、今お空が青い感じも伝わってますでしょうか。めちゃくちゃ気持ちいいぞ。はい、でこちらのね、外気浴することができるので、サウナ水風呂行った後、私はここで整いたいと思います。
ちょっとこうウォーキングジェット歩行風呂入りますけど、あっ、あ、なんか足の下にボコボコのやつがある。なんか足が岩っていうか丸い石みたいなのがいっぱいあって、あ、見て見て、超音波と床に竹割りタイルが埋め込んであるから歩行運動しながら刺激を受けるんだって。血行促進して新陳代謝を活発にするんだって。だって足の、私165センチなんですけど身長が、結構、歩きながら足ボコボコで気持ちいいことになります。え、めっちゃいいの。ここちょっと段差をね、段差に気をつけてください。というわけでサウナ室入っていきたいと思いますね。で、サウナ室入るときこの入り口のところにこのお尻敷きマット、サウナマットありますので、これをお尻に敷くためにエチケットですので、で自分の汗で急いを起こさないようにしましょうね。はい、行かせていただきます。おお、こんな感じです。サウナ室です。きれい、なんかいい香りがしますね。木の香りみたいなします。こちら、テレビが見られます。テレビがついていまして、壁に12分計ありますし、テレビ前に砂時計もね、5分の砂時計とかもあったりします。たくさん時間かかりますね。こちら壁掛けの5分計もあります。女性の浴室はこう2段式のちょっと縦のタイプですかね。ドライサウナです。ありますね。はい。で、男性浴室のサウナ室の方が広いです。で、男性浴室のサウナが90度設定、女性のサウナ室が80度設定になっているみたいですが、お、なんか今日あったかそう。暑い。もう90度近くありますね、女性のサウナ室も。まあこれは人の出入りとかによってもね、温度変わってきたりするのでね。それでは早速楽しんでいきたいと思います。はい、サウナに入っている間、 SNS で募集しているサウナに関するあれこれお話ししたりお答えしたりしていきたいと思います。ケイカナイさんという方ですね。私のお財布の中はお風呂の回数券多数かっこ笑い、みやみは回数券は買う派ですかっていうのをいただいてますね。はい、やっぱ近所とかね、よく行く施設のね、回数券とかポイントカードとかね、結構買ったり貯めたりしてる派ですね。私も期限ちゃんと見とかないとねとかいうのもあるんで、回数券とかは持ってますよ。あとはハルルン313さんという方ですね。サウナって同じところ通い続けても効果あるんですかねっていうのをいただいてます。はい、っていうかむしろですけど、お家の近くとか、まあ、会社の帰りとか自分の生活範囲の中にある銭湯とか温浴施設とかサウナっていうのがね、まあなんか通いやすいですよね。なのでむしろ同じところに行ってるっていう方の方が多いんじゃないかな。私はリピートしたい派だったりもしますけど、結構開拓もね、どんどん新しいところに行きたい派でもあるので、体が一つじゃ足りないんですけど、サウナ行きたすぎて。はい、なので皆さんね、近所とか行かれてるかなと思うんですけど、全然同じところ通い続けてる方が多いと思います皆さん。はい、全然サウナはね、いろんな施設によって特徴も違うと思いますけどね、効果あると思いますよ。一生続けられるね、趣味だと思うので、これからもね、皆さんに良い整いをね、ずっと一緒に楽しんでね、行きたいと思いますよ。同じ空の下ですからね。それではね、引き続きちょっとね、今日はある食べ物の紹介もしていきたいと思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。それじゃあ出ます。しっかりゆっくり発汗しました。さあ、この自分のお尻に敷いてたサウナマットをね、この時に回収して、しっかりと水風呂になる前に流して戻しましょうね。サウナマットを洗います。私も洗って、しっかりとかけ水かけをしましょう。水風呂に入る前はサウナを持って楽しみましょう。それではですね、水風呂に入っていきたいと思います。男性浴室の方は外気浴のエリアに水風呂があります。女性浴室はこちらに水風呂があります。お、バイブラだ。わかりますか、ブクブクしてます。バイブラの水風呂に入ります。冷たい。お、すごい、目が覚めるような冷たさね。本格派です。あ、ちゃんと冷たい。セット温度は10度設定になってるそうです。あ、これ本格派の水風呂。サウナが好きな人は絶対好きな水風呂です。バイブラの水風呂はずっとブク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 ですね。水風呂の中で水が動いてる状態なので、
あの温度の衣みたいなことがまとえないんですよ。だから一生冷たい感じなんですけど、でもだがそれがいいみたいな、あ、ここの銭湯はバイブルの水風呂なんだなっていう楽しみ方を私はしています。あ、でもね、本気で冷たくて最高。それでは天国のような外気浴エリアに行きたいと思います。それでは整います。失礼します。松の井みやびによる熱波のコーナーを今日も始めます。熱届きましたか？それではみやびによる熱波のコーナーでした。サウナ湯上がりです、こちらね、受付のフロアの横に飲食のコーナーもあるんですけれども、見てもらいたい。じゃん、これ分かりますね。オロナミシーとかき氷、ただのかき氷かと思いきや、こちらがポカリスエット。サウナーの皆さん知ってらっしゃると思いますけど、オロポです。初めて私も見ました。サウナーの方が湯上がりに飲む、まあ、専用ドリンク、オロナミンシートポカリスエットの半分半分でね、黄金比って言われてるものなんですけれども、それのポカリスエットがかき氷になってるんですよ。初めて見ましたよね、これすごい。パウダースノーオロポです。こちらが400円で販売されています。ちょっとこれ飲んでみたいと思います。ちょっと今喉をわざとカラカラにしてきました。作っていきたいと思います。これ半分半分がいいですか？バカにはなくて、ちょっと贅沢すぎる。溢れんばかりのポカリがいきますよ。あ、黄色い黄色い。あ、なるほど、こうなるんだ。見て見て、かき氷みたいですね。ふわふわです。あ、こうやって作るんだ。早速飲むというかね、食べてみたいと思いますよ。すごい。めっちゃ美味しいです。あ、これ爽やか。これ年中食べたいですよ。やばい、これ多分一気に飲めるな。やばい、これは爽快感の。めちゃめちゃ美味しい。で、上の方を食べてきたらもういよいよジュースにできます。もう口の中でとろけるっていうか、一瞬でなくなります、このパウダー感。これで溶かして飲むんだ、これから。うわ、すごい。うわ、このオロポ最高ですね。じゃじゃじゃん、見てください、かき氷です。先ほどのパウダースノーオロポを飲んでいる間作っていただきました。こちら3月から始まりましたパウダースノーかき氷のマンゴー味なんですけど、もうこれの専用のお店があるぐらい本格的なマンゴー。見てください、これ村上そこらのマンゴーじゃないですよ。まずはいただきます。うわ、ふわふわだ。さっきのパウダースノー、これマンゴーすごいですね。え、すごい、本格派のマンゴーが乗ってる。美味しすぎてびっくりしてる。これだけ食べに来たいぐらいのレベルで美味しいです。これ嘘じゃなくて本当。マンゴーがやばい。そしてこのふわふわかき氷、こちらお値段が500円になるんですけれども、なんでこんなふわふわかき氷があるのかというと、ふわふわのかき氷が作れる、あのかき氷の製造機を販売している会社さんがやっているからみたいですね。それがなんと 100V の電源で、国産の機械っていうのがまたすごく貴重らしく、その会社さんがやってるからこそこういったオロポもパウダースノーにできたりとか、こんな本格派のかき氷が作れたりとか、いろいろと新しいメニューを作ったりとか、商品開発に力を入れてらっしゃるということで、こんな、だってお風呂上がり、サウナ上がりにこんなプルプルの、あ、ちょっと食べれないぐらい大きいマンゴーを食べれるなんて。はい、いやさかゆさん銭湯お邪魔してまいりました。広い、綺麗、すごい。銭湯っぽくないけど素晴らしい銭湯でした。何よりですね、最後に食べたオロポ、
そしてふわふわかき氷、このパウダースノーのかき氷みたいなね、もう喉越しがもう氷じゃないんですよね、パウダースノーなんですけれども、そちらいろんな温浴施設で導入していってもらいたいなと思いました。そして最新情報を入手してまいりました。こちらいやさか湯さん、5月に女性専用サウナなんですが、美肌専用サウナを導入されるということを伺いました。パチ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 、え、すごいですね、銭湯初ですって。美肌専用サウナどんな感じなんだろう、すごい楽しみだな。あと今後もですね、いろいろと未来の構想とかをちょっと伺っちゃったりしたんですけども、すんごく新しい試みをたくさんどんどんチャレンジなさっていくということで、導入してくださるということで、すっごく目が離せません、楽しみです。皆さんもぜひいやさか湯さん来てみてくださいね。ということでですね、本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではさよなら。